ラーメンじゃないコスパがバグってる。駐車場は広め、でもいつもお客さんが入っている印象。カウンターテーブル結構広めで、家族連れでも行けちゃう。ラーメン屋だけどせかされてる感じがしないのがいいところ。メニューも豊富で、味噌、濃厚味噌、タンメン、ちゃんぽん、かなりの種類。でもここの目玉はラーメンじゃなくて、まさかのライスバイキング。サラダ、ナムル、ご飯、唐揚げが食べ放題で350円。驚きなのが唐揚げが専門店並みのうまさ。一つ一つがゴロッと大きめだけど、脂っこくないからたくさん食べられる。350円で少し舐めてたけど、ナムルもうまいし、時間制限もないから一生入れるかも。ドラゴン新麺は辛さが選べて1から5に加え、一番辛い激辛も。辛いのあんま得意じゃないから、今回は真ん中の3辛で。味噌ベースの甘めの濃厚スープで少しとろみがまたり、麺は細めでよく絡む。3辛でも結構辛かったけど、卵と野菜のおかげで辛さがいい感じに中和されて、旨味はたっぷり。がっつり食べたい時はもうここに決定じゃない。ライスバイキングの要件ももらえたから、また行こうっと。